さあ、長崎の旅へ。長崎で過ごす大人の時間。今回は未来の風香るウォーターフロント、その2日目です。長崎港周辺は市街地の中でも際立った変化を遂げているエリアです。交通アクセスといい、モダンな風景といい、久しぶりにここを訪れる旅人はまるで別の街に来たかのような錯覚を覚えるに違いありません。そのような変化の象徴的な施設が長崎県美術館です。外光に満ちたエントランス、心地よい風が通り抜ける回廊、緑に揺れる屋上庭園、そして水面を望むカフェ。時の移ろい、四季の巡りとともにその表情を豊かに変える空間が、訪れる人々に新しい発見と創造の喜びを提供してくれます。ベイエリアに誕生した水辺の森公園は都会の中のオアシス空間。海と街、人と人とを優しくつなぐ水と緑のプロムナードです。スタイリッシュな装いに姿を変えた長崎のウォーターフロント。数奇の歴史としっとりとした異国情緒で知られるこの街のもう一つの新しい顔です。